超健太氏です。さあ今回は、定点観察アルビレックス新潟ということで、まあ久しぶりにね、あのアルビの動画作るわけなんですけども、まあ実は何気にちょくちょくチェックをしてはいたのよ。まあね、何すげえなんかこう、まあ俺が、いつも応援してるチームがかなり苦しんでいてなかなか勝てないみたいな状況で、まあ日常生活でもいろいろストレスが溜まっている時に、じゃあそれは誰が発散してくれますかって言われるとやっぱサッカーなわけで、でその中の、俺がよく見ているチームの中で、まあすげえ助かるなと思ってたのがまずアルビレックス新潟なんですよね。で今回はまあアルビの直近の3試合僕見まして。そこでね、ちょっと得た感想みたいな。徳島ヴォルティス戦はね、この間ありましたんで、そこに関しては、まあ、ヴォルティスの動画で、話したんですけども、それ以外のね、残り、直近3試合は、ちゃんとチェックしました。で、いろいろこう、面白いことが分かってきて、この間にね、なんかいろいろこう、J2 全体のこの、なんていうか、環境みたいなことも結構変わってきたんでね、そこに関しても、まあ、僕が思うことっていうのを、話していこうと、思っていまして、今年いけんじゃない？ちょっと思いましたね。はい。じゃあ話していきたいと思います。まあ今回はね、そんなにこう、がっつり、戦術の分析みたいなことはする気ではなく、まあすげえふわっと見て、流し見でね、こう、がっつり、ああ、こんな感じなんだみたいな感じで見ながら、がっつり分析な感じじゃないんですけども、の感想になります。じゃあまず栃木戦見ましたけども、栃木戦は、2-0 の勝利だったかな？1-0？ だったっけ？ちょっと忘れちゃった。ごめんなさい。で、まあ、栃木はね、かなり守備が硬いなと思ってて、まあ、3-4-3 でね、まあ、よく追いますし、球際のりとかほぼないですしね、ツェーゲンと違って。うん。で、アルビはね、4-2-3-1 ベースでありますけども、まあ、何がいいってさ、アルビが、何がいいって、その別に特別なことは何もやってないわけですよ。特別な戦術、例えば、3バックで両サイドのサイドバック、センターバック上がっていきますみたいなことをやるわけではなく、ね、まあ、すごくこう、シンプルなんですね。配置、まあ、その4-2-3-1があります。そこからのこう可変ですね、選手がこのいるべきとこに、相手を見て、配置変えていくみたいな、やっぱ3バック作るみたいなことは基本的にやってる感じをしていて、ゴールキーパーの小島選手を上げたり、もしくは、ダブルボランチの片方どっちか下ろしたいみたいなことを結構やってるかなと、思いましたけど、まあ、ただなんでこんなスタメン変わってんすかね、なんかあったんかな。なんかいつも出ているメンバーがだいぶ全然いなくなっちゃってね、ベンチにもいなかったみたいなこともありましたけども、で、まあ勝ちましたと。でその次の熊本戦、これがまたいいゲームでね、面白かったですね。まあ、まずこの熊本がやっぱね、今シーズンは素晴らしい戦いをしていて、めちゃくちゃこうね、J2 荒らしてる感じですけども、まあ、この試合、ただね、勝ったんですね。3連勝しているわけですけど、1-0 で勝って、で、この試合アルビが良かったのはやっぱ守備かなと思ってるんですね。やっぱ先制点のシーンとか、まあ、決勝点になった、ミトちゃんのね、ゴールのシーンですけども、やっぱ前からね、がっつりこう、人数合わせてはめに行ってるんですね。相手熊本3バックでこうビルドアップかけるんですけども、サイドの、センターバックに対しては、基本的にそのサイドハーフの選手が結構上がることが多かったかなって思います。まあ、もちろんトップ下の この試合だっけ、高木選手かな、高木選手がこう上がる時もありましたけども、基本的には、残ってるこうボランチだったりとかアンカーの選手を高木選手が見て、サイドの、センターバックの、ところにはサイドハーフもしくはウィングの選手が出ていくみたいな。で残りはこうスライドしてくるみたいな感じでしたね。だからここの、前でこうがっつりはめれて、人数の数的優位を作れていたっていうのは大きいと思いますし、ダブルボランチもこう後ろにこう下がってゾーン守るって感じではなく、スペースを捨ててこうある程度出ていって人につくみたいな、熊本がやってくることをこうやり返したみたいな感じになってましたね。すごくこう戦術的にもすごく面白くて、でここからこう奪ってこう点決めたって感じだったのでね。でこのアルビーに対しても熊本はかなりこう自分たちのサッカーをしてきたんで、この試合としてこう見どころがもう満載でね、すごく面白かったですこの試合はね。はい。でそして3連勝目の、岩手戦になってきますが、まあまず感想としたのはね、前半ミドルシュート外しすぎじゃねみたいなまあね、16本ぐらい打ったんでしたっけ。ほとんど枠内入ってなかったんかなと思うぐらいで、これ枠内入れれる選手がやっぱ J1 行くんだろうなと思ったかなと思います、で、あとやっぱちょっと気になったのはセンターバックコンビかな。で田上選手とデン選手、これ栃木戦と同じで、だったと思うんですけども、ちょっと田上選手か、ちょっと高見選手のパフォーマンスとか、ボール持ってる時のちょっと危うさみたいなちょっと感じてしまったかな。
とは思いました。熊本戦すごくね、いい、素晴らしいスルーパスとかありましたけども、やっぱ左からボール持ってるときちょっと怪しいなちょっと思いましたね。まあ、千葉選手がちょっと上手すぎるっていうのもあるかもしれないね、もしかしたら。で、あとはそうだな、あと PK か、あったっすよね。PK 取られてしまって、で、後半ね、前半こう外しまくった中での、この失点して、そっから守り切られるみたいなパターンよくあるじゃない、サッカーでも。でも、その PK を小島、ゴールキーパー小島がストップ、しかもキャッチして、で、その直後にスーパーゴールで先制するという、で、こういう勝ち方をするチームって、やっぱこうね、勝つんだよね。昇格するんですよね。そういうのよくありますよね。だからこう、なんかこう、すべてにおいてこう波に乗ってる感じは今のところしますね。もちろん完璧ではないですし、弱点、決定的な弱点1個あるんで、そこだけちょっと後で話しますけど、それ以外に関してはもうすごくいい、感じなのかなと思いました。で、こっから先は、まあ、気になった選手、紹介していきたいと思いますね。まずやっぱ、デンかな。栃木戦の46分のデンのパスとかすごくありましたけども、なんかねやっぱね、デンはね攻撃面すごく特徴的で、ボール奪った後奪われないですし、守備面もちろんすごくいいですし、予測とかもねすごくある、フィジカルモンスター的な感じではありますが、予測とか頭使って守備もちゃんとできるっていうのはありますけども、奪った後奪われないんですね。だからそのちゃんと繋いで、攻撃を始められるっていうのがデンのすごさかなと思いますし、さっき言った栃木戦の46分のデンのパスからこう攻撃始まったところで、やっぱね、なんかね、キックの飛距離がちょっと人と違うなってちょっと思いましたね。これはね、なんかね、日本人だとなんか、なんだっけな、なんか筋肉の構造上ちょっと難しいみたいなことあるらしいので、ね、でもやっぱデンは蹴れるっていう、なんかこのシンプルに逆サイドへのサイドチェンジの飛距離とスピードがちょっと違う感じはしますね。で、次はやっぱ藤原かな。藤原は多分、今一番抜かれたらまずい選手の一人かなと思いますけど、ね、すごいね、ちょっとパフォーマンス今出色の出来ですと思いますし、例えば栃木戦の攻撃参加からのシュートシーンなんかも、どぎも抜かれましたけども、まあ、堀米、左サイドバックの堀米と共にね、今のキーマンかなって、思いますね。素晴らしい選手。で、最後やっぱ伊藤亮太郎かな。伊藤亮太郎はね、ちょっと今すごいですね。栃木戦なんかもうえぐいパフォーマンスですし、タイミング、ボール受けるタイミング、そっからのターン、技術、まあえげつないですね。ちょっとクオリティが一個違うなっていうのありますし、あとね、岩手戦のね、一発ですよ。まあ、あんなシュート、俺も一生のうちに一回でいいから打ってみたいですけども、まあ、間違いなく J2 でもベスト5に入るクオリティの選手かなとは思います。で、一方、最後ちょっと話しておきたい弱点、ある意味決定的な弱点一個あって、これ熊本戦のピンチのシーンがすごく分かりやすいんですけども、ここからね、左サイド、熊本左サイドでアルビ右サイドかな。で、これ追い越す選手に対してアルビレックス新潟は基本的にそのサイドの飛び出しでかなりこう揺さぶられてしまうんですね。ついていけなかったりだとか、マークずれちゃったりとか、変に飛び出してその裏取られたりとかするんですよ。だからこのサイドバックのこのついていけないところだったりとか、追い越しにねついていけないところで離してしまうみたいなところが、試合通じて、熊本戦なんかずっとあったし、栃木戦もあったし、岩手戦も何度かあったんで、多分ね、これシーズン開始直後からそんな感じだと思うんですね。で、それを直せてないところで、で、これが結果的に J2 では、失点につながってないだけではあるのかなって、思いました。だからね、ここさえ直せば完璧なんですけど、まあ、この勢いのまま残り10試合切っちゃって9試合しか残ってないんで、いけそうな感じもしなくないかなっていう感じはします。で、まあこんな感じで3試合直近まとめてきましたけども、まあアルビックス新潟の動画はね、結構やっぱ見てもらえるっていうのすごくあるんで、俺も嬉しいし、作りがいがあるんですけど、まあどこまで俺が合ってるかはわからんし、まあ俺もたくさん間違えてると思うんで、違うよってとこあったらね、ぜひ教えてほしいなと思う。俺もよくわかってないとこいっぱいあるんだってね。で、アルビはね、俺はね、応援してない。つか、俺が応援すると、勢いが落ちるって、去年わかったから。もうこれはもう応援しなくなった。J1 行ってほしいですね。行ってほしいけど、もう俺は今シーズンはもうアルビレックス新潟を絶対応援しないと決めている。以上です。はい。行ってください、J1 に。ご視聴ありがとうございました。チョバイバイ。頑張って。